入って10回の裏、ホークスがワンアウトランナー満塁というチャンスを迎えています。カウント2-2、この打球が外野の前に落ちてサヨナラ、内川が決めました。3-2、延長10回、4番が K だ、うまくライト前で運んでサヨナラだ。ホークス初戦を取りました。いやー、粘り勝ちですね。大事な初戦決めたのは延長10回、4番の西田。見事ホークスが初戦取って、これで2勝という形になりますね。大きい、はい、これは本当大きい1勝ですよ。初戦を、ね、取れたっていうのは本当大きいですね。最後の内川選手らしい、まあ、本当にこう上手いバットコントロール、技ありでした ねうまくライト前に運んでいます。ホークスにとっては先制されて苦しい苦しい展開ではあったんですが、はい。